僕もチャレンジしてます。しんどいですけど、終わった後はね、爽快感抜群です。はい、こんにちは、高井です。前回ね、鍛えにくいこの三角筋のね、真ん中のところはあえてこういうね、5キロの軽いダンベルを使って意識を集中させることでね、鍛えていきましょうというふうに紹介しましたが、今回はね、前回のアーノルドプレスに続いてね、サイドレイズを紹介します。肘を伸ばしたまま肩の高さまでね、ダンベルを上げます。ゆっくり上げて、三角筋の真ん中を使ってる意識をね、持ってください。ゆっくり下げてきます。体のね、真横にダンベル広げますね。ダンベルはね、上げすぎる必要はないです。肩の高さまで上げましょう。ダンベルをね、下に下ろしきってる時はもちろん効きません。このぐらいの角度になってね、初めて三角筋に伝わってくると思います。それからこの高さまでですね、この間の角度でやると効きます。これをね、上まで上げてくると、今度は僧帽筋もね、使うことになりますんで、肩の高さまでしんどい角度でゆっくりね、多分かなりきついです、三角筋。それを耐えながら反復していきます。5キロでね、かなり軽いダンベルなんですが、このやり方でやるとピンポイントでね、鍛えたい部分に効きます。この三角筋の真ん中を意識しながらやるということが大事です。これでね、慣れてきたら、ちょっとずつ大きなね、重いウェイトでね、やってみてください。以上です。